皆さんこんにちは、サウンドライン店長チャンネル、てんちゃんです。今日はですね、こちらの、アリアプロ2からちょっとかっこいいギターが出たんで紹介したいと思います。で、こちらのギターですね、ジェットっていうモデルになるんですけど、こんな感じです。色が青、まあ、レイクプラシッドブルーと、レッドブラックチェリーっていうのかな、レッドブラックチェリーとあとブラックっていうのが3色展開であります。で、仕様はボディがポプラで、ネックがメイプルのボルトオンで、指板がローズですね。で、ブリッジが、まあ、このストラトタイプっぽいんですけど、アーミングできないタイプになってます。で、ピックアップが P90 2発乗ってて、で、こちらですね、3点のトグルスイッチで切り替えできて、ボリュームとトーンが1つずつのシンプルなタイプですね。アリアプロ2から出たっていうことで入荷したんですけど、まあ、これなんといっても形がちょっと独特で、あとはブルーに対してメタリックブルーに対してこのゴールドアノダイズとか乗ってるっていうのと、あと P90 っていうのがなかなかちょっと珍しいなと思って一応入荷したんですけど、これ結構人気みたいで、で、そうですね、トラスロットとかもここでいじれるので結構楽ですね。で、価格が3万円切ってるので、これは結構お得だと思います。で、まあこう握った感じも全然初心者ギターとは思えないぐらいすごいスムーズな握り心地で、で、これネックスケール628mm ですかねのギブソンスケールって言われるものなので、もう結構まあ弾きやすいです。なので、まあ今ギターご検討されてる方にもおすすめできるギターだと思います。重さもそんなに重くないんで、普通にストラト持ってる人とちょっと差別化したい場合はこれに手を出してみるのもありなんじゃないかなと思います。赤もかっこいいですね。こちらのギターのサウンドは店頭でも確認できますし、他の動画で、サウンドアップしておりますので、そちらの動画もご覧ください。はい、なんでまあ今日はこんな感じでこのギターの紹介動画でした。いいと思った方、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。他の動画もありますのでそちらもご覧ください。はい、それではご視聴ありがとうございました。